ここでは BIO T14 シリーズの基本的な操作ができるまでを次の手順でご説明いたします。本体を箱から取り出す。箱を開けます。本体や付属品を箱から取り出します。保証書は修理の時などに必要になりますので、大切に保管しておいてください。付属品を確認する。付属品として次のものが入っているか確認してください。付属品は機種によって異なります。付属品についての詳細はクイックスタートガイドに記載されていますのでご確認ください。ケーブルを接続する。 AC アダプターに電源コードのプラグを差し込みます。電源プラグをコンセントに差し込みます。AC アダプターのランプが緑に点灯したことを確認し、本体に接続します。バッテリーの充電が始まると、この部分が点灯します。LANケーブルをつなぎます。無線 LAN をお使いの場合は、つなぐ必要はありません。Windows をセットアップする。パソコンの電源ボタンを押し、電源を入れます。地域と言語の設定画面が表示されたら、内容を確認し、次へをクリックします。ライセンス条項の内容を確認し、ライセンス条項に同意しますにチェックを入れます。同意するをクリックします。パーソナル設定画面が表示されたら、お好きな背景色を選択し、パソコン名を入力します。入力が終わったら、次へをクリックします。ネットワークの接続設定をします。無線 LAN でのネットワーク接続をお使いの場合、お使いのネットワーク名をクリックします。有線での接続やワンタッチボタン方式などの無線 LAN 親機の場合は、後でワイヤレスネットワークに接続するをクリックしてください。設定画面が表示されます。簡単設定を使う、または自分で設定をするを選択します。PC の保護とプライバシーの設定画面が表示されます。必要に応じて各項目の設定をし、次へをクリックします。使用状況をマイクロソフトに送信するための設定画面が表示されます。必要に応じて各項目のオンとオフを切り替えて、次へをクリックします。問題の解決策をオンラインで調べる設定と共有の設定画面が表示されます。必要に応じて各項目のオンとオフを切り替えて、次へをクリックします。
PC へのサインイン画面が表示されます。お好きなユーザー名やパスワードなどを入力します。ユーザー名は半角英数字で入力してください。入力が終わったら完了をクリックします。アカウントの設定が終わるとチュートリアルが流れ始めます。ここでは Windows 8の基本的な操作方法などを紹介していきます。すべての設定が終わるとこの画面が表示され、Windows 8が起動します。お手持ちの Microsoft アカウントを利用する場合は、メールアドレスの欄に Microsoft アカウントのメールアドレスを入力します。入力が終わったら、次へをクリックします。マイクロソフトアカウントの確認が始まります。パスワードの欄にマイクロソフトアカウントのパスワードを入力します。マイクロソフトアカウントに登録されていないメールアドレスの場合はアカウント作成画面が表示されます。その場合は画面の指示に従ってアカウントを作成してください。入力が終わったら次へをクリックします。パスワードの確認が始まります。セキュリティ情報の入力を求める画面が表示されます。必要に応じて情報を入力し次へをクリックします。完了をクリックするとマイクロソフトアカウントが設定されます。以上で手順は終了です。使い方や Q&A については、取扱説明書またはバイオのサポートページをご覧ください。バイオのサポートページを開くためには、スタート画面のインターネットエクスプローラーのタイルをクリックします。アドレスバーに VCL と入力して検索してください。それではバイオ T14 シリーズをお楽しみください。